おはようございます。和がんの影山です。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、先日のね、休みにですね、えー、鈴鹿さんというね、方と、えー、対談を終えましたと。で、対談を終えてですね、えー、まぁいろいろこう、まあ 面白かったのととう思うことがありました、ねうん、まずこう鈴鹿さんこう僕がだいぶお世話になっている鈴鹿さんなんですけども、えー、まずやっぱりお若いということですね、うん、であんまりお若いお若い言うのもねこれ失礼かもしれないんですけどもそのやっぱお元気ですよね。 え仕事も今もこうバリバリされておりますしえ何もこう変わらず僕がえまあ言った20年前に会った頃とも変わらん感じでこうお話をさせてもらえるというのがすごくこう非常にこう嬉しいしうんやっぱり頼もしい感じもこうありましたそしてですねえあれですねあのお話をねちょっとまあインタビューインタビューというかこう 対談,対談までいかない、まあ、インタビューに近い形でこうさせていただいてですね、思ったことがですね、えー、鈴鹿さん自身がこう演劇を、ね、こう始められたんが、えー、50からっていうのをお聞きして、んなるほどということですね、やっぱりこう何かをこう新しく始めるのに年齢は関係ないなというのをこう強く思いましたね。で 50から始められてずっとこうずっとというかその結局こう演出作その辺をこうできてそれでこう演劇祭にこう出るようなこう形をこうしっかりとれてる状態であったりとかですね、えー、そういうことがねこう できもともと、まあ、そういう,こう歌手とかをされてたんでこう表舞台に立つことにはこうある程度慣れてはおられたんでしょうけどもですねまあちょっとこうまあまあ似ていますけどちょっと違ってきますよね演劇になるとね。でその辺もでもこう50からでもこうできるようになるっていうことで、えー、何かをこう年齢のせいにしてこうやらないっていうのはやっぱりその人のこう勝手なね こう思い込みでこうやらないようになってるんでそれはこう基本的には言い訳でしかないかなというふうに思います。うん、ですね、うん。それとですねこう対談をさせていただいてですね最初ねこう手探りでこう2人ともですねこうやっていってですねこう結局6個 回こう収録をさせていただいたんですけどもだんだん,だんだんこうペースというかその感じその対談の感じがこうつかめてきてですねお互いにこういい感じでこう、えー、進めることができたなとだから最初の1回目2回目いうのよりもこう、えー、やっぱり5回目6回目の方がこういい感じにできたんじゃないかなということですねやっぱりねこう経験というかねこう バカズというかそういうものを踏んでいけばですね、えー、これはどん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 こう、えー、スキルアップじゃないですけどもそういうものがこうよ,よりよくこうできていけるんだろうなというのを僕は感じましたで、えー、鈴鹿さんとの対談っていうのはこれ1回目の対談ですよね次2回目3回目4回目5回目とねこうちょっとずつこう増やしていきたいなというふうにこう思って。 おりますでまあなるべくね対談はこうシラフの状態というかお酒を飲んでない状態での対談をこうしていきたいなというふうにこう思っております。でこう対談をしてですねその相手の方はもう僕もそうですけどもこれはこう、えー、ヒマラヤラジオがこうずーっとアプリとしてある間はずっとですねその残ることになるんでねこういうのはこういいかなと。 いう,ふうに思ってますこういうことを話してたんだなとこう自分のねこう後のまあまあこれから僕はどうなるか分かんないですけど例えば子供ができてですね、えー、孫ができてきた時に「あおじいちゃんこんなん話してたんやな」とかね、えー、そういうになればこうそれはそれで。 こう残すものととしてはいいかなと、うん、その時その時をね、えーまあ、精いっぱい生きていていて,ってこう、まあ、ある程度こう楽しんでというかいろいろチャレンジしてたんだなというのは残せるのかなというふうにはこう思っております。まあまあそのまあ僕自身がこう有名人でも何でもないのと、まあ、相手さんもねそこまでその世間一般ではその 有名人といいうわけけでではないんですけども、うん、知ってる人は知ってるという状態でまあまあそれはそれでいいのかなとこの後の僕のね、えー、人生の頑張りによってどこまでね自分のこう知名度やったり何なりをねこう上げることができるかというところでこれは一つの僕の自分自身の挑戦でもありますけども、えー、どこまでできるだろうなと。 ところでですね、まあ、人生100年と言われていますしどっかでこうブレイクスルーであったりとかで、えー、そういうものがこう起きるとですね一気にこう上がっていけるそのためにその状態になっている時にも,もうある程度の実力がついている状態にこう、えー、していけていると。 逆に言ったら実力がついた状態だからこそ、こう、えー、売れていける状態になっていってるのか、僕の場合はそういうふうな状態をこう歩んでいくかもしれないですね。えー、実力がないのにですね、その、名前だけ売れるということはないかなと言った、まあまあ、商売でも何でもそうですけどもですね。 そのどういうの実力というかそういう中身サービスがえーの内容より売り上げの方が悪い状態でえ売り上げとかそういうものは後からついてくると実力が先にあって後からその,えその身になってくる状態というか自分に返ってくる状態は後からかなと先に売れてっていう形有名になってっていう形 にはならならいいととううことですね、うんだからこうどうしてもその我慢が必要というかね、えー、後からこうみんながこう分かってくるっていう状態になってくるかなと。 いいうのは思いますねまあまあ。ということでまあまあ対談こうさせていただいてそれにこう応じてくれていただいたね鈴鹿さんにも非常にこう、えー、感謝しているということですね、うん。こうやって僕がこんなんやりたいとやっぱそういうことをこうノリとして持ってくれてはることがすごくこう嬉しいなというふうにこう思います。そううん そういう方と、こう、僕が、こう、交流があることが、やっぱ嬉しいですよね。そういうノリを持っていてくれるというかね。うん。うん、まあ、人によっていろいろおられますけど、そういう方が、こう、先輩としておられて、えー、そういうこと、そういう方と縁があることが、えー、自分にとっては宝かなというふうに思いました。ということで、今日は対談を終えて、鈴鹿さんと対談を終えてということについてお話しさせていただきました。では、今日も、よっしゃーでいきましょう。どうも、ありがとうございます。